安定したピッチングと多彩な変化球で打者を翻弄し圧倒するサンフランシスコジャイアンツ所属のローガン・ウェブ。彼は身長185センチ、体重99キロ、今季がメジャー5年目となる現在26歳の投手。ウェブはシンカーを軸にチェンジアップやスライダーで打者のタイミングを外し、打たせてアウトを取るタイプのピッチャーで、もともとは3クォーターだったが、もっと変化球を生かそうと腕を下げた結果、現在のサイド気味の投球フォームになり、投手としてさらに開花した。ゴロを打たせるピッチャーとして頭角を現したウェブは、メジャー球界の中でも最もホームランの打たれない投手の一人として知られてもいる。この変則的なピッチングフォームで今ではジャイアンツの頼れるエースへと成長したウェブだが、プロになる前の高校時代は卒業が近づいた最終学年まで無名に等しい、スカウトからもあまり知られていない存在だった。当時カリフォルニア州にあるロックリン高校に在籍していたウェブは、ある日同じ地区のグラニットベイ高校と試合を行った。ただこのグラニットベイ高校にはミッチ・ハートという有名な投手がいて、この投手を目当てに大勢のスカウトが観戦に訪れていた。もちろんウェブを目的に足を運んだスカウトはいない。そしてこの試合では多くのスカウトが対戦相手のハートを注目する中、スカウトがノーマークだったウェブは150キロを超える速球を投げ、打者を見事に抑えると完封勝利を収めてみせた。するとハートを目当てに訪れたスカウトたちは突然態度が一変し、試合が終わる頃にはウェブの父親のもとに20人以上のスカウトたちが長蛇の列を作っていたそうだ。その後ウェブは2014年の MLB ドラフトでジャイアンツから4巡目で指名され、現在に至るが、対戦相手だった注目の投手ハートはこのドラフトで同じくジャイアンツから35巡目に指名されるが、契約はせず大学に進学し、その後ドラフトで指名されることはなかった。ウェブは今でも運命を変えたのはあの日の試合と話し、自分がメジャーの世界で成功できたのはハートのおかげと語っている。